松山市錦町のギャラリーキャメル K で森宗忠パステル画展が開かれています。この作品展では森宗忠さんが今年描いた愛媛県周辺の風景画を中心に花や人物画34点が展示されています。この近辺のですね、風景を中心に発表しております。もう四季折々のね、移ろいているんですか、それを表現できたらと思ってやっております。パステルは色が綺麗で、ただ色の結晶が立っている折がやっぱり美しいんじゃないかなと思って、それを大事にしております。風景はもともと若い時から風景が好きで、中央絵は人物を発表しておりますけど、もう自分で楽しいのはやっぱり風景じゃないかなと思って風景に挑戦しております。お花も色は綺麗ですけど、花だけっていうのはどうしてもこう寂しいのかな、なんかやっぱりこう外の家アトリエの中の仕事よりもやっぱり外でこう活動する方が自然をもらえるので、今後も挑戦していくつもりでおります。はい、もし時間があったら皆さん覗いてください。パステルで描かれた油絵のような雰囲気を持った作品展、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。この森宗忠パステル画展は11月23日までギャラリーキャメル K で開かれています。